嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。毎週木曜都市伝説のコーナー。よーし、もう木曜日でいい。あれ、なんでしょうか。服見慣れないやつだなと思って。別にパワーボール買ってくれたやつだし。どう、え、どうこれダセッ。ダセッ。それだけは言っちゃダメだ。これダセッ。ダサくねえよ。ダセッ。それやめよ。ダサくないわ。こいつやってんねん。買ってくれたもんだけどね。正義さん、ん、ダセッ。ごめん、これはダメです。お前が言った。これに負けた俺一番ダセ。地獄誕生日プレゼント合戦っていう企画がね、シリーズ化してありますので、皆さんお楽しみに。お楽しみにしてください。チャイルドプレイっていうホラー映画を知ってる？人形がなんかするやつ。そう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 。人、あの殺人鬼が人形に自分の魂をぶち込んで映した。そうなの？え、そうなの？まあその主人公チャッキーにはモデルがいるとされてんのよ。おお。これはアメリカのフロリダ州のキーウエスト美術館っていうところにね、今も展示されてるんですね。その展示されてる人形の名前がロバート人形っていうの。そのロバート人形の画像をじゃあみんなにも見てもらおうかな。おお。それがこちらでございます。あ、あーちょっと気持ち悪い。なんじゃこれは。思ったのちげえけどめっちゃ気持ち悪い。これはヘロイン中毒の水兵がモチーフとなってるとされて。そんなやつモチーフにしてんの。で、で髪の毛は実際の人間の髪を使ってて。それやばいわ。ダメダメ。でこのロバート人形が人がいないのになんかガラスを叩く音が聞こえたりとか、ガラスに手を伸ばしてるところを誰かが目撃したっていう情報が絶えないの。え、動いてる。一人でに動いてる。そうそうそう。だからこれ脱走をしようとしてるんじゃないかっていう説もあるっていう、まあ恐ろしい人形なんだけど、これが美術館に展示される以前のその話をしていこうと思うんだけど。おお。豪華な家の家族の話なんだけど、まあ、ロバート友人オットーっていう少年がいて、その少年と召使いの話なんだけど、召使いは車ですげえ興味を持っていた。はい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 。この召使いっていうのが家族全員をひどく憎んでいたの。こう、まあ、こき使われたんでしょうね。ああ、使用人だからね。だからね。で、この黒魔術の呪いを人形にかけて、その人形をプレゼントしたの。なんで黒魔術の言い方知ってんの？その召使いって先祖代々から黒魔術をやってたの。その一族みんなってこと。そうそう。要はそんなやばい使用人にした。そんなやばい一族だね。召使いっていうクソみたいな。でロバート少年はこの人形が大好きで気に入りすぎて、 Your name is Robert。 自分の名前をその人形につけるぐらい気に入った。おお。でそれでロバート人形なのよ。でまあずっと一緒にいたんだけど、ある日ね異変が起きた。そのロバート少年が実は僕の名前はジーンだっていうようになって、人形こそが真のロバートだって言い始めた。ちょっと狂ってるねロバートね。でそれからというもの部屋に引きこもるようになっちゃったんだって。親とかが部屋の様子とかを聞いたりすると二人の話し声が聞こえるっていうんです。会話をしてると。そう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 。一人は怯えた子供の声で、でもう一人は低い声で怒りに満ちた声だっていう。で、ある日、その親がもう無理やり入ったんだって。お何やってんだっつって。なるほど。開けました。お入った。入ったら、そのロバート人形以外の他の人形もあって、部屋には。その人形がすべて、ビリビリに安泣きにされていたんです。え、で、少年が部屋の隅でうずくまってて、それを見下すかのように、この人形がこう座ってるっていう。もうさすがにこれはやばいってなって、キーウエスト美術館に預けてくれないかって言って、預けてもらったという経緯なんですよ。まあ、モデルがあるって言われてんなら、まあ、ガチなんだよね。というわけでね、この博物館に行く際は、このロバート人形にご注意ください。信じるか信じないかはあなた次第です。ああ、殴る殴る。まあ、チャイルドプレイってあるんですよ。で、まあ、モデルがあったっていうのは、まあ、今日聞いたけど。はいはいはい。僕はね、ホラー映画専門家なんで。おお。もっと人形の最上級知ってます。アナベルって言うんです。
ですけど。おー、出た。見たことあるんか。それに関する都市伝説をお話し、おー、気になるね、しましょうかね。チャッキーなんて気になるね。もう、アナベル、もうチャッキーこんな、チャッキーそんなんね、バチバチバチ、おい、チャッキー、うわ、博物館で寝てろ、うわ、めっちゃストリートや、すごいや、すげー楽しい資料じゃん。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイビー、バイバイビー。Boys and girls, welcome to ST Studio! 夏祭りツアー、It's Showtime!